今戻りました。皆さんおかえりなさい。画角がさすごい下からになっちゃった。タブレットにしたら挟めなくて、今までのやつ。そうなんですよ。だからちょっとほっおほっ、画角が超下からなんですけど、食べてないよ。ログインに時間がかかっちゃったんだよ。ハローハロー、だからかな。だるまちゃんありがとうございます。変です、なんでよね。皆さん来てくれてありがとうございます。ではドライグドライグドライグ、よし、どうらえぐ完了。ん？打てんぞ。完了だって。あらら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 、やっちゃったのかな。打てない。あ、入ってるじゃん。入ってた、打てる服入ってた。皆さんのコメントが読めません。あ、できた。すんごい暗くない？大丈夫？まあこれでいいか。オッケー、お待たせしました。レインボースター、ありがとうございます。コメントが読めるようになったよ皆さん。じゃあドラゴンエコを起動します。これ起動するときにさ、ドラゴンエッグって言うじゃん。言うよね。それをさ、カロンが真似したの昨日。みんな家族みんなでいるときにドラゴンエッグって真似したらさ、スネママもドラゴンエッグって真似してさ、スネママもドラゴンエッグみたいな、スーちゃんもドラゴンエッグみたいな、みんな言ってました。ドラゴンエッグって音は出しちゃいけないと思うし、画面もあんまり見せちゃいけないと思うので、ちょっとボサボサだけど許してね。そう、言い方、あ、そう言ってる人が変わるのさ、ずっとすごい元気なドラゴンエッグみたいなのばっかり聞いてたからさ、昨日はさちょっと大人ドラゴンエッグみたいな、そういうセクシーな人の声だったんだよ。そう、あるある。そう、じゃあまず、じゃあまずね、ガチャを見に行こうか。ガチャは何があるかを読むね。とりあえず聞いててね。しっとりエッグ昇竜ガチャブラック、新サポートキャラ動物愛護のランファン、
登場。星11のモンスターバックでは何色何色何色がピックアップ中っていう。これがブラックじゃない、一番上の。次スペシャルガチャ、やばい、英語と漢字が飛び交ってる。ちょっと半分に割れて騎士、騎士キャラクターとドラゴンがついてるやつで、次が赤と黒のやつ、恐竜ガチャブラック。これもだよ、赤と黒。アルティメットモンスターの排出率が超絶アップ。次、次がこれはね、 EX モード発動で星10モンスターが確定出現、いいんですよ、2倍みたいな、そういうやつ。次昇竜ガチャ紫とピンクのやつ、次昇竜ガチャ黒と黄色のやつ、次昇竜ガチャ黒と青のやつ、次黒と緑のやつと、あと SKE のセカンドガチャみたいなやつが今ここにはあります。バンされちゃうからね、ちょっと。あとは最新のガチャの方はジェムホコとSKE のアバターのと、アバターのもうなんか春のやつと、で一番右のガチャってとこには腕輪が乗ってるやつと星が乗ってるやつといろいろ乗ってるやつとチケットガチャがありますね。よし、じゃあ まだこれ説明じゃないから、そう、じゃあこれの、じゃあまず一番お得って書いてあるところのどれを引いたらいいですか、今からコメント読むぞ。なんかカノン読めんだ方がいいやつがあった。あ、総合力とダイヤモンドリンクの数字を教えてだって。結婚してなんでやねん。オッケー、じゃあ教えます。一緒に勉強しましょうね。ちょっと待ってね、まず総合力と、私の総合力はこれなんか変なとこいじって変わっちゃったから、これのことかな、 62.69？ これ多分 62.69 兆、 62.69 兆です。福ありがとうございます。次、結婚してなんだよね。次ね、なんだっけ、ドラゴンちゃんは、ドラゴンさん、あ、レベルは53ね。でドラゴン、ドラゴン、ドラゴンどこで見るんだっけ、モンスター、あ、わかった、昇竜のとこだ。ドラゴンリンクレベルは606。髪縛れば確かにちょっとない、星が入ってない、皆さんコメントありがとう。あ、ここに書いてあったじゃん、総合力 62.69 も書いてあった。昼ご飯モンスター、昇竜ページにモンスターははめ込んでる、うん、昇竜できる、なんかね、モンスター昇竜できるよ いいよ、いろんなコメントしてほしいですね。もっと総合力いってるはず。星構成編成してないよね、だって
え？編成？モンスター編成のことかな？モンスター編成はね、なんかデッキ1とかなんかデッキ2のところ、お任せ。じゃあデッキ1に今はめ込んであるやつのお任せってやつを押してみるね。おはよう。この角度首痛くなっちゃいそうだ。あ、そう、はい、オッケー、いきますよ。おまかせ編成ポチ、はい、 62.69 兆です。お、ハーフか、ありがとう。星の下に昇竜。星の下ってどこ？初心者ですか、ロンさん。ははモンスターの下に昇竜。飛ばってる？飛ばってる？昇竜。あー、モンスターの、なるほど。モンスターの下に昇竜がなんて書いてあるかを言えばいいのかな。おはよう。星11ってドラゴニック600だからもっと言ってるはず。本当はカノンちゃんと。ちゃんちゃんとしたやつ。じゃあ強いんじゃん。ねー、まずねー。コメント動画、オッケーオッケー。ありがとう、皆さん書いてくれた。デッキ1に編成されてるのは、星のね、ところに書いてあるのが、999911っていう星のやつが、カノンの、あれには入ってる。デッキ1には。で、そのうち、昇竜はみんなさ606じゃない？おはよう。でレベルは全部マックスだよ。で解放はプラス10が2つのプラス8が2つで、あの星11のやつが解放1プラス1っていう状況です。おはよう。10にしなきゃいけないの、この9のやつを。勉強になります。私の総合力も上がりました。だっておめでとう。ガチャ回してレベル高いモンスターを集めよう。了解です。ガチャで10を出そう。カウント星10がないんだ、ガロンさんには。なるほどね。10を集めてこいということでございますね。よし、集めに行きます。じゃあガチャの、ガチャのさ、どれを引けばいいですか、さっき言った。どれを引くの、どれを引くの。ギルバットは勝てます。皆さんが勝ってくれるので、カロンさんは何もしないことが一番勝てる、あれでございます。ガチャブラック2つあるのよね。一番上のやつでいいのかな。 EX モード確定ガチャ3個目の昇竜。お得に10集められるガチャ。3個目だと赤と黒のやつ。トップページ星星、あ、星がいっぱい、星がトップページに星、なんで星、そこにキャラを入れないと。
次一回読むから待ってね。あ、EX と星10っていうのが同時に書いてあるガチャありました。これはEX モード発動で星10モンスターが確定出現ってやつ。キャラクターとモンスターがついてるやつ。なければってことはこっちをやればいいということかな。あ、一番上のはジェムがいっぱい必要というね。とにかく昇竜ページに行ってみて。じゃあガチャを回すのは分かったから、これを回すのはちょっとやるね。だけどとにかく先に昇竜ページに行った方が良さそうなので、昇竜ページに行くと3個目が装備が出やすい。へえ、行った、昇竜ページ。それでどうするだい。コメント打つのも大変よね、これね。保身がいっぱい出てきちゃうようなワードとかあるんだね。モンスター、うん、難しいね。銃出して、あ、デッキのキャラ登録してる？モンスター編成のこと？デッキ1は登録してるキャラクター。銃出してドラゴンリンクした方がいいかもよ。確かにね、9いっぱい育てようと思うってこと。デッキにドライグ以外安定されなくなって、クメリガロさんも必死なんだ。昇竜のページでなんだ、ごめんなさい。昇竜、あ、オッケーオッケー。昇竜のページで、何？ドラゴンリンク選択。ドラゴンリンクでデッキをどうするんだ。落ち着こう。昇竜画面行ったよ。で、これのどこにどのデッキを、どこ、誰を装備するんですか？応援の応援ありがとう。おはよう。ガチャを引いてから。じゃあガチャを引いていろいろ設定するのを見に来るね。昇竜のページで黒いところタップして、上限解放ってところ、星のアイコンタップしてみて、どこだ。おはよう。黒いところってどこ。星のアイコンでいいの。星、読み方、星のアイコン。マスになってる黒いところ、あー、ドラゴンの骨みたいなのがうわんうわんって動いてるところですか。モンスター、モンスターのアイコン、クリうわんうわんってなってるところでいい。あ、それそれだって。お、タップしました。タップしたら、フックありがとうございます。フックありがとう。いくつ回収して必要なドラゴンリンクだけです。いかがでしょう。星や星ね、コメややこしくて。そこにデッキに登録したキャラを入れる。それだけにするってこと？
目見せたい。おはよう。編成中優先ってやつ？全部入れる。一回見てもらおうか。多分全部入ってんじゃないこれ。皆さん夢を凝らしてね。せーの。全部入れてあると思う。大量にいるもん。ほら。わからんか。今じゃあこういう画面が映るって、あの昇竜の昇竜のさ、ドラゴンリンクと総合力が書いてあるところ、ほらこんだけ入ってるの。明るすぎるんだ。こんだけ入ってるの、ドラゴンちゃんが。星11のキャラとかが選択になってるか、ちょっと待ってよ。もうやめとくね。あ、下の選択数、あ、本当だ。あったあった。選択数55です。もうやりません。ごめんなさい。じゃあちょっと。これを全部選択するのね。え、10、あ、10、星10いたよ。全部選択。そしたらね、全部選択します。あ、100になった。編成してるキャラ優先で、はい、上から。編成してるのが入ってればいいんだよね。1、2、3、編成中優先で並べ替えて上から全部やって、こんなに100回もやって、100回もやってないから選択できました。全部やったで、10、11優先。10、11も優先ね。ありがとうございます。まず優先中をブヤッてやってから、あー、これが選べてないのか。わかった、ガチャね。ちょっと引く。
良さそう。デッキで。ふん。できた。おもかせ編成をさやり直したの。そしたらさ 139.5 兆になりました。ありがとうございます。皆さん、合ってるよねこれ多分ね。上がったもんね。あれ、そういうことだよね。下がってないよね。 ありがとうございます。それで、あのデッキに並んだ子たちは星11が1個と星10が4つで、解放プラス1が11だけで、あとの星10は昇竜が606。やり方はって上がって、パンパン、よし、分量分かったね。だって、え、これはさ、星10が4つ集まったで。船長行くの。じゃあちょっとまだ間違えてるかもしれん。間違えてるかもしれん。強い、どうも、うく、ありがとうございます。でガチャを引くのこれ。星11をガチャでゲットしようだって。次ガチャ引いて、もう十分。もう十分。おまかせにすると弱いキャラが選ばれることがあるの？困っちゃうよそんなの。デッキ、あ、ちょっと待って。デッキ編成は星10を3枚、星11を2枚目指して。了解。暇だから結婚して、なんでやねん。なんでやねん。手動で、ね、選択中のものが、もう昔がベストなの疑問に持ちつつ放置してる。手動だとカンさん分かんない。確かに分かんないんでやめときます。ごめんなさい、カノンちゃんが分からないです。で別稼働でどうするんだっけ。11音を目指すの。11に行こう。ガチャ引く。わからない。じゃ別度先方だ。平成し、うん、デッキ、デッキ、デッキ、わからんやろって書いてあるさやつ読めないんだけど、ちょっと読めないんだけど、あのね、その文字があるのは分かったよ。それを確認って書いてある。発動中のなんとかを確認で書いてあります。ギルバトで必要なの。
カノン1体しかつけてない、その別やばい感じ、別動体、お任せの右の変色いくレア度でソート、やっちゃう、やってみる、これありがとう、ワンターンは稼げる、理解してる、分かった、あ負けた負けた、編成でレア度だっけ、なんだっけ、レア度ね、レア度順でソートすると、アルティメット選択中、ミシカルドラゴンさんはね、アルティメットは1個しかないの、とりあえずアルティメットが多分11じゃない ?11 はね、1個しかいないの、1個しか、別動体、おはよう、でミシンなんちょかなんちょかは、これ星10のやつがさ下に表示されちゃってるけど、これソートできてる？この登ると降りるの感じのやつはどっちに、そうです、小順高順、ありがとう、みおちゃんいないリストから、え、みおちゃんいるの、え、リストからグループにしてみて、今グループらしい、ああ降りる順にしないといけないんだね、あ、できました、そしたらミシカルドラゴンちゃんが銃がね、銃が2つセットされてる、でなんか希少種ドラゴンさんはセットされてないで、ドラゴニック、ドラゴンの魂を宿した強力なモンスターは銃のやつが1個と、その他が1個、これをグループでいいんでしょ、あーと、リストの方がいいのかなリストの方がいいのかな、バトルサポーターとかさ、この編成できないの、どううまく教えてほしい、11プラス3を2体星10全然3体揃うまでガチャ回しまくるのが一番だよ、だってなんかすごいすごいぞ、これにしてみようか、さっき何兆だった、134、お任せの方が強かった、全然解放できてないドラゴンいるよ、
先方ダイスカードの順でお任せ編成で大丈夫。じゃあちょっともしかしたら自分で選択したらもっと強いのができるのかもしれないけど、カノンさんはお任せ編成の方を、カノンさんがの理解度ではお任せ編成の方が高かったので、まずデッキ1お任せ編成でしょ。で先方タイ別稼働隊の順でお任せ編成で大丈夫。先方さん、先方これもお任せ編成。それでメインデッキやったから先方隊別稼働の順でお任せ編成。別稼働どこ？どこ行っちゃったの？先方隊で別稼働をお任せにする。はい、お任せにすると総合力は139点もね。 OKOK 同じドラゴンは戦だよ。とにかく星11をもう一体とドレーニング700を目指して OK。うん、ありがとう皆さん。編成しました。別動体と先方体はとりあえずレベル10まではステータス、そう、うん、プラス10までってことね。2体になるまではガチャをしよう。強いモンスターでもドラゴンリンクで負ける。ああ、ドラゴンリンクを700にする、あげるね。あとでいいの？やっちゃった。あれ？カノン間違えてる？ずっと。ごめんなさい、間違えてたら。アミちゃんに教えてもらう？うん、じゃあガチャで、さっきのガチャでいいですか？この EX モード発動で星10モンスター確定すげーってやつでいいですか？僕ありがとうございます。ブラック、ブラックブラック赤と黒のやつ。さっき一番上のはなんかジェムがいっぱい必要だからみたいなの言ってたよね。ブラック、赤と黒のやつかな。気になっておりましたか？されたじゃない。何が一番上出ないの？あ、オッケー、1回飲んだからブラックでこれだな。赤と黒の、黒のブラックやな。昇竜、あ、じゃ昇竜ガチャブラックね。オッケー。ポイントいくつぐらい残ってるの？だって、え、これまずガチャ回していい感じ？ガチャ回してもいいですか？ガチャしよう、してみよう。はい、インドラリデール、ペシペシペシ、次回ガチャります。テデン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 テンテンテン、ガチャ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 を回しちゃうよ。ビャン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 、おーおーおーおおお、卵が出てきた。わっ、うわー、ピカーン。
うん、ダメでしたね。虹卵出たけどさ、9までしかいなかった。虹卵2個いたのに9までしかいなかった。悲しい。オッケー。おはよう。アルティメットの星11モンスター。あ、さっきいたね、さっきいた。それはね、何かっていうとね、何って言ったらいいのかな、これはな、なんか紫っぽい、全体は青で紫っぽい感じ。レベルマックス。こいつの説明出てこないです。よし、ガチャを回すか。装備とかなんかさあ、メダル系がいっぱい出たかも。もう一回回してみようかな。出るまで回すで合ってますか。回しちゃうぞ。持ってる星11は何、何モンスターモンスターだよ。モンスターの説明みたいなのどこにあるんだろう。あ、わかった。11ね、11レア度で高順でソート。11はね、巨腕破壊竜メサイアってやつ。メサイア行けっていうやつ。出てきた出てきた。ジムがなくなるまで回す。何回も回せるという符号なのです。はじめまして、なんで来てくれてありがとう。メサイアカーだって。弱いの、大丈夫弱いのかな。じゃあガチャ回すね。インドラ目指してだって。はい、ガチャを回します。タップでスタート。虹色来たよ、3つも。バカーン、来い。ピカンピカンピカン、激レアかける18。何これ何これ何これ。ディランディランディラン、激レアちょっと待って、コメントしてないけど見てるよ、ありがとう。生き返ってたよ。じゃんじゃんじゃん、じゃねー、元気だ。あっ、頭が出たかもしれない頭が出たかもしれない。これ頭じゃない、ちょっと。でも11出たかな、出てないんじゃないかな。あらららフフフフフ、コメントが。インドラとリーデルはどっちが確定ガチャないの、どっちか確定ガチャないのか、彼女は分からん。インドラ対価奪、対価して、対価じゃないよ、対価してない、乗らないでくださいよ、面白いな。眠気なくなってきた。おはよう。頭画面の外に出た。ありゃりゃりゃ、確定ガチャ、チケット買わんとダメ。ああ、電車の弱いから、ね、そう、ちょっとね、それはね、弱いかもしれない。え、これさ、引いてどうしたらいいんだ引きました、引
引きましたよ、ガチャ引きましたよ。まだガチャ引く？まだまだいっちゃう？11出ないんだよ本当に。プップン、ね、まだ弾けると思う。目指してもう一回弾いてみるね。ガチャル、タッチでスタート、ブヨーン。あー、1個しかないレインボー。ピカンピカンピカン、なんか黄色のチケットみたいなのもらってるかな。10だった10でした。10、11出ないんだけども、曲数で1000、ん、やばい、漢字がやばい。これジュエルを40個魔法の金庫に送りました、ありがとうございます。ガチャン悪くない、だってごめんなさいガチャンはもうどうしようもないのダメな日なんじゃないのそんなこと言わないで、皆さんが頑張ってる。もうガチャン悪くったら何もできないじゃん。ジェームユルホルダーに使わないで金庫に置く。あ、使えるやつなのね。ホルダーに使うやつなの。じゃあ送っといてもらって。引くよ。知らないよもハロンさん。ダメだこれ。9、あ、なんか11出た、激レア、なんだこりゃ。剣ももらった、10の剣と11のなんかもらった。モンスターなのあれ。だるまちゃんありがとうございます。カロさんには分からないだって、本当にもう。おぉ、わかー、ちょっとモンスターボックス見に行くね。ないんだけど11、さっき言った11どこ行ったのこれ。ねえねえ、何が11だったの、装備11いなくなった。ちょっと髪の毛がもう荒れまくっちゃって、なんか11出たんだけどいなくなっちゃったんです。装備だったのか11脱走、せっかく出たのに押しすぎて幻見た。サポーターか、装備や主人公装備のモンスター装備があるから気をつけてね、だってモンスターじゃなかった、もう一回引きますこれはもう一回引かなきゃいけないってことでしょ。引くよ、引いてもいい、ちんぷんかんぷん、だるまちゃんがいっぱいいる、ありがとう。もう一回、何回くらい回せるの、わかんないよ。この実践回数ってやつを見るの。222連とかあるよ。待って、実施回数かも、実践じゃなくね、これ実施回数、もう溜め込んでますね
リスちゃん何な11でいい？装備は最後でいいよ、とにかく11じゃあ引かないと、もう本当に出てきて本当に。てん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 。お、あ、あ、すごいすごいすごい。光ってんのが 4個もあるよ。光ってレインボーなのが。ケント。あ、あ、あ、激レア。激レア。9だったでも。あ、激レア。なにこれ。なんかまんまるの呪文が書いてあるようなレモの11をもらいました。あとはいろいろメダルもらって、激レア。10だな。めちゃめちゃ一番光ってたやつが9だったんだけど、なんでだよなんでだよなんでだよ。もう一回やってる。もうカノさんの元に11は来ないのかもしれない。タッチでスタート。バンバンバン。お、光ってるよ。キン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 。メダルと激レア。あ、超激レアだった。超激レア。10×210。メダル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 。あ、ハンターなんちゅうか、メダルがいっぱいだった今回は。今回もね、あ、ジュエル40個ありがとうございます。全然出ない11。でん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 。タップでスタート。あー、今日今回はもう超激弱いですね。あ、でも、あ、メダル、ず、は、ふ、ひ、お、極激レアみたいな。え、なんかモンスターじゃないのかねちゃん。モンスターが出てくれないガノンの元に、11なのに、悲しい。ガチャ運が悪いんだ。もう知らないよカロン。もうカロンの元にモンスターは来ないのかもしれない。こんなに引いてるのに、なんか変わった。カロン引くガチャ間違えた。間違えてない、赤いやつだ。間違えたからだだ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 。超激レア。もう元気もなくなってきちゃった。もうスキップスキップだ。オッケー。出ないよ、出ない、カノンさん出ない。出ない。赤いやつでしょ、赤と黒のやつだよね。もう元気がなくなってきちゃった。
もうそもそもさ、色のついた卵が少なくなってきちゃった。どんどん離れてってる気がするよ。なんかいっぱいいる、女の子たちがいっぱいいる。女の子がいっぱい、間違えた。出てるのに気づいてないの。ありえるよ、可能だと。全然出ないな。が悪いと10万回しても出ないの。ちょっと休憩する。持ってないかさ確認しに行く。モンスターボックスでしょ、でレア度でしょ、高順でしょ、ソフトこれ11でしょ、これ11よね、11じゃん。もう次がほらもう10だもん。持ってない、持ってないよ。ちょっと休憩です。ご飯食べてないの。カノンさんはご飯食べてないの。なんか新しい動きした。白黒になった、一瞬白黒に、緑のがなるになって白黒になって、本当に出ないね。なんか色変わったんだけどこれ背景の、赤いさ同じガチャ引いてるのに背景のあれがさ変わったよ。見て説明してだって。ガチャ引きまーす。ポチッとな。ガチャある。スタンプでスタート。ででーん、レインボー。レインボーは2つ。青っぽいの1つ。さあ、引いてくぜ。メダル、メダル、メダル、メダル。あ、ハンターなんちゅうか、ハンターなんちゅうか。チケット。メダル、メダル。なんかね、オーラみたいなの2個。あ、剣の超激剣の11もらったね、メダル、メダル、こういう感じ。回しまくよし、カノンさん本気モード、うわいけー、レンボーレンボー、ああ黄色の卵しかないよ。メダル、メダル、メダル、星、メダル、メダル、待って過去最低じゃない？メダル、メダル、メダル、ハンターなんてか、メダル、メダル、チケット。装備もモンスターもいなかった。もうカノンさんはもう引くなって言われてる気がしてきたよ。
これひ気分転換に一番上のガチャを引いてみたら、だってどうしますか。一回最初のページに戻って、マイページ、戻った。用事の時間が近づいてる。遅刻しちゃダメよ。モンスター11モンスターよりすごいの。最初のページに戻ったぞ。戻ってどう？ここはカロの直感、一番上のガチャ、二番目のガチャ、好きなのを引いて好きなの、好きなの。2番目引けないんだよ、中のな、持ってないからな。じゃあ一番上引くね。一番上はブラックだな。もう知らないよ。これ引けるの、そもそも。引けそう。カモン、行っちゃうからな、もうな、一番上な、行っちゃうからな行っちゃうからな。でねんりんパン、ピカピカーン。お、お、青髪のさ、女の方のやつのさ、眼鏡かけてる。12345678910、え、12345678910、11出たよ。えいみさんだっけの11。これは何これは O でいいの、来た、これ正解、もう、え、サポーターいただきました。バトルサポーター、次超激レアなんかつけるっぽいやついただきました。チケット、メダル欲しい、メダル激レア。10に乗ってる子、なんか本読んでたえいみさん、多分ね。失敬ですね、課題もこれくらいになる。もうこと言わないの。あゆみさん、疲れちゃったよ。
起きろペシペシ。知恵熱出ちゃう俺ね。時間やばいっす。いってらっしゃい。ありがとう、いっぱい教えてくれて。待って、あとを任せました。みんな行っちゃうよ。バイバイ。バイバイ、頑張ってね。え、どっち回しますか？赤い方か一番上のやつか。続けて回すとアイテムガチャになってない？え、なってんの？え、今一番上回した。あと30分ぐらい。何回回せるのか。このさ、一番上のやつあるじゃん。一番上のやつ、一番上のやつを選択して、何連できるかって言ったら66連できます。それ以外かの何を言ったらいいか分かんない。どこを知ればいい？これだって66連までできます。おはよう。めっちゃできるの？所持エッグジェムはね、カノンね、今ね、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、8億、え違うくね、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、1000万。一気にはやばない？一気にはやばない？一気に66はやばない？何回行きますか？何十何年行きますか？一回ずつ行こうか。こっちある。おお、レインボーは3つでしゅ。10の星と、あ、星じゃない、剣と、10のつけるやつと。あれ、モンスター出なくなっちゃった。やっぱ装備になってんのかなこれね。え、どうしたらいいの？何襲来モードって。専用交換所にジェムをたくさん交換してこようだって。少ないのか。少ないらしい。頑張る。自分の部屋じゃん。右下、襲来情報。右下あった、襲来情報。ハンターエメレント大量補充ってやつが出てきちゃう。うん、襲来情報を押すとそうなっちゃうね。違うガチャ回してるの？一番上のやつもハンターエレメント大量補充って出てきちゃうし、三つ目のやつも大量エレメント補充になっちゃうよ。
全部なっちゃう。今日は休憩かな。今日は休憩かな。仕様が違うのかな、だって違うのかな。画面が見せれないからな。ブラック、ブラックピンキンエリア。少量ガチャブラック、赤と黒の背景のやつでいいですか。一番上に聞きますか。一番上のガチャの名前は昇竜ガチャブラック、あるあるてん新新サポートキャラ動物愛護のランファンが登場。星11モンスター枠では一角しうーインドラさんとか、うん、騎士リゼールがピックアップ中ってやつ。ビッグ無限ジェムは補充できると思う。今引いてない引いてない。昇竜ガチャ一番上のそのやつで合ってる。引くよ。いいかな。一番上は1億人が2000万ジェム、ブラックは基本1億ジェム。声が変わっちゃった。赤黒の、あ、オッケー、ひたすら赤黒でいきましょう。じゃあ赤黒ほい。何も出なかった何も出なかった。ニュー銃のなんかをもらいました。銃のアイテム。元気ない、だって出ないもん。11が寝ちゃうぞ、カロンさん。カロンちゃん寝ちゃうぞ。先日の秘書エイミさんと、今モンスターボックスに行ったのよ。モンスターボックスにね、モンスターボックスに行くじゃん。でレア度じゃん、芳醇じゃん、そうとするじゃん。一番最初に出てくるのがどうもこんにちは。で次が青紫結晶竜グレイスさん
が今出た多分。こんにちは。グレイスさん。グレイスさんは誰？グレイスさんは誰ですか？グレイスさんは誰ですか？グレイスさんとは誰ですか？誰なの？あ、今出たやつそれ？出た？でその次がメサイアさんになった。出た！出た出た！やった！今出ました！今だよ、ちゃんと顔見ちゃったからね。今だからずっと無駄に回してたわけじゃないよ。出た出た！11！ やったね、嬉しい。やっと出た。ありがとう皆さん。嬉しいの。嬉しくて泣いちゃうよ。いいいい。グレイスさんです。カノンさんのメサイアさんは、あ、そうそう、元からいたメサイアさんはとはいたんですけど、グレイスさんは初めましてで、メサイアさんとグレイスさんとカノン頑張っていきます。一気じゃないです。メサヤさんはずっといてくれた子です。おめでとう、ありがとう、皆さん見守ってくれて。じゃあどうすればいいの、これ編成すればいいの。で出るとインドラクラマさんには無理でした。グレイスさんが、グレイスさんの限界です。キュマラタロさん、タロさんやったんだ。編成とドラゴンリンクに入れてね。だってお任せ編成すればいいってこと。うん、違うっぽい。あっちに入れなきゃいけないのか、昇竜の時に。モンスター編成なんか減らさんといかんってこと、これ。上から5年、これを
ってらっしゃい。ありがとう、教えてくれて。いってらっしゃい、気をつけてね。転ばないようにね、急ぎすぎて。大丈夫かな。いってらっしゃい、ありがとうございます。あ、感謝申し上げます。ありがとう。これさ、カオンがさ、一番上のあれから選ぶとさ、弱くなっちゃうんだけども。いいのかな。とりあえず11が3つになっちゃってる11が3つになっちゃってるよ。えいみさんはいらない。えいみさんはいらないですか。ブレイスさんとメサヤさんとえいみさんはいらないですか。お任せでいい？日記には入らない。入っちゃったんだ入っちゃったんだ入っちゃったんだ。じゃあエミさんじゃないのかな。これエミさんよ。エミさん二人も入ってる。なんか間違えてるっぽいな。この子いらない99になっちゃったQ99.39兆になっちゃったよ。大丈夫、いいかなくて遅刻しちゃダメよ。えみさんいるよ。えみさん外すとね 99.39兆だけどいい。一応で11が2つの10が3つにはなったけど、もうよ。えみのアイコンを長押しして名前なんて書いてある。えみさんのアイコン、えみさんのアイコン、戦術の師匠えみさんと、もう一人がねずっといたのはね、この子、クレリックえみさん。エミさんと戦術の師匠エミさんです。クレリックエミさんなあ、ちょっとさ話めっちゃ変わって申し訳ないんだけどさ、昨日のツイートにももたんさんからいいねが来た。ありがとうございます、ももたんさん、報告ありがとうございます。優しい。カノンとカノン、そういうこと。これ見てどうしたらいいんだろう。見ました。クレリックさんと戦術の師匠エイミさんでした。頑張ります、ありがとう。片方サポーター、ああクレリックさんは入れなきゃいけないのか。なるほど。クレリックさん。クレリックさん。
そしたら 134.9 兆。そうなんです、ピーチソーダです。桃田さんから私のツイッターにも来た、うん、ありがとうございます。桃田さん編成で手動で師匠エイミを外して決定で編成できる。もし10です。ちょっと待てよ。まずおまかせだと139で、これの11号をセットしたいわけよ。11をセットする。決定を押すと134点。この状態が今、ちょっと待ってよ。誰がセットされてるかというと、11が2人と、11っていうのはグレイスさんとメサヤさんとが2人いて、あと10が3つなんだけど、それはクレリックエミさんとオメガノバって人と、今はねこの人カムラノバさんがカムラノバさんが入ってます。一緒にデッキ入れた。あとね、このカムラノバさんの前にクリスマスカルテットさんたちもいる。おはよう。手動ノバノバノバ手動編成でグループにしてたら一番下のその他の師匠エイミー選択中も外して決定してグループでしょ。一番下のその他の師匠エイミーさんは外した。選択中じゃないよね。師匠エイミーさんは選択してないのよ。なんかかのちょっと説明っていうかいらんことしちゃったから師匠エイミーさんは選択してないです。外れてるから決定でいいのかな。その他にまだ選択されてるのあるよ。クレリックエイミーさんはその他にいる。おはよう。師匠はバトルソン編成でいる。ギルワードサポーター2。バトルサポーターのステ、あ、ちょっと待ってね。まずクレリックくん。オッケー、一旦決定で、はい決定。今作134.9兆になった。お時間大丈夫。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとう、ありがとう、いっぱい教えてくれて。いってらっしゃい。デッキをきっちり組むのがいいかな。わかった、デッキ1完了。次バトルサポーター編成に行ってだって。モンスターからバトルサポーター、そう気をつけてね、転ばないように。バトルサポーター編成行きました。今はねいない。これを選ぶってことだよねきっと。このジェネシックサポーターとレジェンドサポーターがある枠は、
ギルバットサポーター2で、ちょっと待ってよ、ドラゴンサポーター、バトルサポーター、バトルサポーターに行きなさい。バトルサポーターでしょ、でギルバットサポーター2、ギルバットサポーター2、はい、これね、いた、師匠エビさんいた、これを選ぶ編成してみた、完了、入ったよ、ギルバットサポーター2に、エミさん何個も入れるの、いってらっしゃい、とりあえずギルバットサポーター2入れました。にいみさん、ん違った、ギルバット、えいみさん、ひみさんじゃない、えいみさん、えいみさんね、えいみさん入れました。それで一旦もう一回デッキ1でお任せするとどうなるかな、さっきのとこでしょ、デッキ1を、あ、待って今触ってないんだけどお任せ、まだ 141.5 兆に増えてた、これをお任せ編成もう一回押していいってこと、他のサポーターも選択してみて、ギルバットサポーターいつも選んで、1ジルバとギル、ジルバとサポート1を選んで、ちょっと待ってお任せ押していいの、これ押すね、そうすると 146.2 兆になったけど、11が1個に減っちゃった、え、これがね、多分ねメサイアさんだから、もう一人の11いなくなった、もう一人の11どっか行っちゃったの、ギルバとサポート1を選んで、ギルバとサポート1を選んで、ここは手動で先方隊とぶつかる、星11いる、先方隊別稼働隊、え、いない、9とかしかいないよ、設定してない、多分まだそこ、なんかとりあえず入れてあるけど、さっきやったやつだから引いてからやってないから9とかしかいない、別動隊と先方隊、マニュアルで入れないと11外れるね、だって忘れちゃった、11手動で入れる、なんでだろう。じゃあとりあえず11設定しちゃう。そう、入れてって言ってた。
見直しちゃう？星10の仙台開放はそれぞれいくつ？一個もないよ。昇竜しかしてない。デッキ1。そう。あの、なんだっけ。11のメサイアさんだけ開放1がプラス1になってて、あとはやってない。新しく出たドラゴン、リンクに入れた？それをやってないのかもしれない、もしかしたら。リンク？あ、さっき教えてくれたやつか。これを？間違えた。ここに入れなきゃいけないのか。多分それだ。ありがとう、教えてくれてありがとう。多分それらしい。サーヤさんとグレイスさん入ったし、師匠エイミさんはいないし、フレリックさんは入ったし、星10は3つになった。総合力は 185.8 兆になりましたね。上がりました、イエーイ。すごい小さな喜び、嬉しい。頑張る。これさ、入れ直したじゃん。それでもう一回さ、あの別胴体とさ先方体はさあっけなく抜かれました。やった、昇竜。昇竜もできると思う。あ、そうで、ちょっとここの質問なんだけどさ、あのその別動隊と先方隊はもう一回お任せ編成した方がいいと思う。ガチャしたけど、はじめまして、なんでやねん。でもありがとうございます。食屋さんマークがついてないぞ。してみて、だってしてみて。はーい、先にやって見つからない。うん、できました。別胴体やったよ。
先方台の方が強いよ強いよ。よし、できた。本当は選んだ方がいいけど、とりあえず任せて。はい、ちょっと今日はこの辺りで終了しますか。皆さん、じゃあ配信はそろそろ終わろうかなと思います。教えてくださった皆さん本当にありがとうございます。カノンがさ一人でできることはさ、あれ、このモンスターの潜在解放とモンスター昇竜は勝手にやっちゃっていい感じ。配信とかじゃなくてやらない方がいい。会えたらいい。先輩に教えてもらうかどうぞ。了解です。じゃあ潜在解放と昇竜しときますね。700目指して。ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ終わりましょうか。僕ありがとうございます。そしてドライブを教えてくださった皆様本当にありがとうございます。そしてドライブ一緒にお勉強した皆さんありがとうございました。そしてドライグのカノンのお勉強を見守ってくださった皆さんありがとうございました。ガチャ潜在解放ドラゴンリンク選択昇竜お任せ編成一番下の繰り返す。一番下がわからんよ一番下の何、一番の下の反射昇竜竜飛門、もうちょっとどれだけ見とくか分からんといかんで、ね、モンスターからあったあった竜飛門、あっはん、これを発動しろっていうことだな。フォローありがとうございます。発動してねってことかな。発動集団初見です、ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でとか沢田花です。ピコリゴ発動するね。これをやっとけばいいのね。オッケーオッケー。じゃあこれパシャします。赤い詳細ボタンがあれば、赤い強化ボタンがあれば、赤い詳細ボタンがあれば教えて、赤い強化ボタンがあればタップを繰り返す。え、詳細ボタンあるよ。青いのは強化済み。オッケーオッケー。発動しろ。昼のバトル頑張るから、カロンも頑張る。ちょっとな、でもバトルで何をしてるか、あ、押してね。オッケーオッケーオッケー、わかりました。発動しときますおはよう。オッケー、じゃあ終わりましょう。ふい、皆さんありがとう、教えてくれて助かったよ、感謝です。またカノン聞くので、今度はあのバトルのこともあの分かんないので、いろいろとまだ分からないので教えてね、お願いします。では
13位からサンデスタイム行こうかな。あ、その前に皆さんぜひメニューからチャレンジボックスを開いて、ふくふくチャレンジ無料ギフトがあるよという方はカノンさんに投げてくださると、とてもカノンさんが喜べます。よろしくお願いします。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位サンです、アットワークヤックファミリー、ありがとうございます。10位さんです、スキンキュです、ありがとう。9位さんです、アットマークコインワルワル、ありがとうございます。8位あ、ありがとうございます。7位さんです、アットマークコインビコリゴ、ありがとうございます。6位さんです、アットマークコインチョチョ、ありがとうございます。5位さんです、アットマークコイン、アットマークオンヤクファミリーいられようか、うん、ヤクファミリーでいてね、ありがとう。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そして2位さんです、ありがとうございます。そして今日の第1位はてるるるるるてん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 、夢の国おじさんです、ありがとうございます。そして今日の85位、85位が読めない、あ、画面が明るくなったかのに見えてる。15位はさんです、おめでとうございます。あなたもぜひエコハムになっちゃってくださいね、バンキュン、ありがとうございます。さあ、今日はねカノンのわちゃわちゃしてるのを4667人の方が見てくださって本当に恐れ多い、ありがとうございます。今だけど初期守備設定してないから、ヒルバト始まると何かむき出してスタートしちゃう。カノンさん、あら、カノンのギルド見たの？どうすればいいの？どうする、みんなからじゃん、ギルドむき出し、ドラゴンむき出しでよく頑張ってたなってこと？皆さんすごいじゃん。今見てみたの？むき出しらしい。もう攻撃してくださいって感じってことでしょ？困ったな。それはちょっと皆さんのために防いどいてあげないと。防げるものなんですかこれ？やり方あったら教えてください。じゃあ先に今日は延べ4707人の方が見てくださったので450円の貯金をしたいと思います。総合力を磨いたのに私が教えることもない。そうなの？そんなことないでしょ。ちょっと一回貯金してくるね。450円貯金、ありがとうございます。まだ時間あるなら何分くらいでできる？時間はあるけど、そろそろ終わろうかなっていう感じだった。朝ごはん食べたいしね。そういいよ、だって12時に始まった時にドラゴンむき出しかわいそうじゃん。もうカロン言われたことだけやるんで。ギルドメニュー、ギルドメニューね、ギルドメニュー、ギルドハウスだ。うん、趣味で趣味します。ギルドメニュー開いて
守備メンバー設定、どこだ、あった、4人まで選択できるんだ。え、これさ、赤いのが選択されてるってこと？そしたらしてあるな。そう、メンバー4人だけ赤い。で、守備解除ってやつになってる。4人が赤くて守備解除になってる。そう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 、なってる。解除は守備してないの？選択されたらそのまま多分前にアドバイスしてた。服ありがとうございます。今守備についてる人、運転するの？ダメだよ、見てちゃ。もう安全運転で行ってらっしゃい。ありがとう、いっぱい。ちゃんと選んである？あ、大丈夫？あ、よかったよかった。ユート画面のメンバーが並んでる一覧に D になってる人いる？キルドの。いるいる！ D になってる人いる。大丈夫かな？服ありがとう。サイトにごめん。あ、全然もうカノン分かってないから。ありがとう。多分ね、カノンじゃなくてね、他のギルドのメンバーさんがね、あの勝手にって、ね、言葉が違うな。あの代わりにやってくれてるんだと思う。カノンやってないから。そう、やってくださってるんだと思う。ありがとうございます。はい、久しぶり。よし、じゃあご飯食べようかな。久しぶりに来てくれたのに。無音です。あれいた。もう一人のサンチャーにお任せ、お任せ。守備できてたみたい。心配で見えました。ありがとう。モーターさん、高校合格おめでとうございます。そう、今はそういうシーズンですね。よっしゃ。せっかく今来てくれたのにあれだけど、終わっちゃうよ。さんちゃんのギルディで D の設定見えないの当たり前だった。あなるほど。アランちゃんはこれからなのか。アランちゃん、アランちゃん本人から聞いてなければね、カノンは何も言わないとこは。おはよう。
じゃあ終わろうかな。